はい、大石先生で2017年8月の運勢ランキング後編、はい、はい、後編まず第4位から始まりますね。はい、はい、8月に9つあるうち第4位の運勢の方、はい、名数が8の方でございます。 8の方はですね、物事が非常にサクサクとうまく進んでくれるという一月になっているので、割といいところに入っているわけですね。はい、ただこれその調子にね、乗りすぎてなんかこう表面的にこうやってるとね、やっぱりこう忘れ物というかですね、ポカをしやすいので、実行するんだったら綿密な計画必要なんですよ。はい、ただ普通の時に比べて多分2倍ぐらいのスピードでいろんなことが進みますので、成果即上げたい人には非常にいい月だと思います。逆にじっくり腰据えなきゃいけないような仕事の人は上滑りになりがちなので、はい、逆に心構えとしてはじっくりいこうじゃないかと。うん、これが、名数8の方ということになりますね。はい、そしていよいよベスト3、まず第3位ですね。はい、名数が7の方でございます。はい、名数7の方、威張れる一月です。人の上に立つとか人に命令できるとかね、それは立場 がね、まあ、たまたま一時的に何か の、 そのまとめ役になるとか、そういう形になりますので、日頃、ね、偉そうにしたいけどできなかった方は今月ですね、威張りまくっていい一月になります。ああ、そうなの、面白いですね。こういうのもあるんですよ。そういつも命令されるだけで面白くなかった人は、今月は命令してみようじゃないかと、そういう月になっておりますね。はい、でも一月だけですので、うん、来月に反動が来ることを忘れないようにってね。じゃああんまり怖くて威張れないですよね。いやいやいや、ちゃんと理にかなった威張り方だったらいいんです。理不尽に威張っちゃダメよっていうところですので。はい、はい、続きましていよいよ第2位ですね。名数6の方となります。はい、名数6の方、単純に言ってですね、まあ、金回りのいい一月というふうになります。この良さっていうのはいつもの仕事とかね、人間関係とかいろいろある中で、ここは、金運のいい一月ですよということになります。で、まあ普通ね、ちょっと何日か前のここのテーマでもありましたけど、金運がいいと言ってもね、例えば普通に給料で暮らしている方は良くなったからといって給料がいきなり倍とか3倍とかなるわけではないわけですよ。だからここで言う金運がいいっていうのが、まあ、臨時収入っていうのも一つもちろん考えられます。あるいは、いつも当然のように出てってる出費が抑えられるとか少なくて済んだとか、はい、マイナスが小さくなるという形で出ることもあります。もちろんもともとその収入に変動のある方はいつも以上に大きな収入と考えてもらってもいいですよと、はい、まあ、そういうですね、金運の良い一月、これが名数6の方になります。はい、はい、そしてベスト、うん、1位ですね。1位、8月最も運がいいのは、名数1の方でございます。1、はい、名数1の方もね、積極性は出るわ、行動力は出るわ、で成果は上がるわみたいな形なので、はい、まあもう本当イケイケどんどんの一月ですね。であえてアドバイスするとすれば、古いことにはこだわるなということでして、過去から今に至るまでの例えば悪いところをどうにかしましょうとかね、問題をもう一遍蒸し返してとか、そういうのダメで、常に未来思考でいくと、今までと関係のない新しいことを取り込むにはどうするかというような、後ろを振り返らないで、前を見て進むという一月と。でもそういうアドバイスはあっても、基本的にやっぱり9つのうちで一番良いわけだから、はい、思った通りやっていいんですよ。だからせっかくそういうタイミング来てるのを後ろ向きに使うのはもったいないよっていうことですので、はい、前向きに使ってください。新世界に広がってってくださいと。はい、はい、そして呼ばれなかった方、お待たせいたしました。8月最も運の悪い人です。なんでそんな元気よく、はい、あれを嬉しそうに言うんですか。一番生き生きするコーナーですけども、はい、メス2の方です。2の方、残念。はい、ね、はい、なぜこんなに陽気なんでしょう、私は、はい、ね、はい、私が名数2だからです。最悪です、8月ね。そうなんですか。これはですね、
なんだろう、もらい事故とかみたいにね、うん、外からなんか多動的にっていうよりも、なんか身内に足を引っ張られる運勢になっております、うん、だからこうもうしょうがないんですよね。身内って別にご家族ばっかりじゃなくっても、うん、仕事とかの内輪の人間関係とか、ちっちゃいコミュンとかですね、うん、そういうその仲間内身内で、まあ、足引っ張られるっていうのが、うん、なんだろう、嫌がらせされるとかばっかりじゃなくって、うん、もうしょうがないみたいなのもあるんで、不可抗力もいっぱいあるんですよ。ああ、なるほどね。まあだから、今月はね、うん、そういう当番だと思ってもらって、まあしょうがないんですよ。だからもう対策じゃないですけど、まあまあもうあとはもう耐えるというか、まあっていうかもうなんだろう、自発的であろうがね、嫌々であろうがやらざるを得ないんで、やることはやると、もうしょうがないんですよ。だからせめてその中からこうなんか成果の上がるようにとかね、うん、やりがいを持ってやると、いやいややっても同じだし、うん、ちょっとこのね二の人の今月の暮らし方についてになると、ちょっと泣きながら長くなるけどいいですか？ダメですか？ダメですか？自分のあれになっちゃう。くどくなるけどいいですか？いや、ダメです。なるほど。ということでございます。はい、ありがとうございました。名数二の方、一緒に頑張りましょう。はい。